Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Gue ini baru bangun tidur, baru nyampe dari Malang. Kalian udah komen-komen, bang reaction, bang reaction. Komik baru tuh aja, belum gue baca, sumpah. Tapi terima kasih apresiasi kalian yang pengen banget gue reaction. Kali ini gue bakal reaction Boruto yang baru ya. Jangan lupa bantu subscribe, dan kalau misalkan kalian benar-benar sayang sama gue, bantu follow akun Instagram gue ya, Ikram Afro ya. Oke? Okay? Gitu tanpa basa-basi, langsung kita mulai. Oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bukti. Oke, okay. Oh iya lanjutan karena Kawaki lepas ya. Kagemanenya si Kamaru. Kore wa omae ni kakeru no wa 2 do me da na. Kawaki, totuzen teki ga arawale, Naruto to tomo ni kieta to houkoku ga atta. Dou iu koto na no ka setsumei shite morau zo, Kawaki. Ya. Ini segel yang sama dibuat sama Hokage dulu ketika Orochimaru nyerang. Kekkai da ne. 結界を張らせてもらった。こっからは俺の許可なしに出入りはさせねえ。もちろんカワキ。お前を逃がさないためだ。スカマロ、クラゲゲ。敵の増援が来ねえとも限らねえ。さて、ナルトのお前に対する扱いを尊重して拘束はしねえ。ディシカマロとガスバンが。ナルトはどこに行った。一体何が起きた。それであの人が救えんな。 敵は次元。それでこの前話してくれた。あ、やべ、ボカモロ。感知部隊からも同様の報告を受けている。その空間の裂け目みたいなのがそこから出てきたようだった。時空間に。どうして7代目を？やつは7代目を消すために連れ去った。ナルトは次元にとっても手強い相手のはずだが。ガシャバンディ。時空間に置き去りにでもすりゃ。アリは最悪。ナルトの裏腕次元ともさとやピソットケンタ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 
かなりの重傷を負っている。幸い医療班の手で命の危機は脱したようだ。Sakura adalah penyelamat。おそらくな、意識が戻り次第サスケから事情を聞くことになるだろう。カマキ、何か隠してることはねえのか聞いてるんだ。例えば俺たちコノハを騙してるとかよ。この際はっきり言っておく、俺はお前のことが信用ならねえ、うん、初めっからな。結局お前はカラの一員でコノハを潰すために送り込まれたスパイなんじゃねえかってな。おお、さっきも言ったろ。頑張るシカマル、ゴアクインクレン。お前の身柄をどうするかは補佐役である俺が決めることになる。この結界内で軟禁ってのが妥当だろう。せめてスパイじゃねえって確証が得られるまではな。頑張るクレンバーガッワジャンシカマルクレンバーガッ。俺のせいでこんな事態になっちまってんだ。話が早くて助かるぜ。里やみんなの安全のためだ。悪く思うな。随分派手に遊んだようだな、次元。満タンまで10日はかかるぞ。無駄な戦いは10日よ、本当、ミサポリ。余計な邪魔が入った。それで、火影にとどめは。だが、瀕死の状態であの拘束を逃れることは不可能。火影とウチハ・サスケを排除した今、木の葉は無防備と言っていい。おお、急がずとも取り戻せるだろう。何がそんなに嬉しい。カワキのことさ、決まってるだろう。やつのカーマは驚くべき速さで成長している。あ、それはもう一度覚えてや。完全なる大筒木として覚醒しつつあるのだ。強く共鳴する渦巻きボルトのカーマの影響か。おそらくはな。いずれ二人とも強力な大筒木となるだろう。この星の命すべてを食らい尽くすほどのな。真珠からチャクラの実さえ手に入れれば全員の望みが叶うんだ。もちろんお前のもな。keinginan Amado itu sampai sekarang belum ketahuin loh keinginan Amado itu。肉体修復のためしばらくこもる。やはり所詮は仮初めの体だ。クレンクレン。お前は十尾を見張れ。ボロはどうした。では探し出して火影を封じた俺を警備させる。なあ、selanjutnya pertarungan seru ね。私の肉体修復が終わった時、邪魔のいなくなったこの葉からカワキ、そしてボルトを奪う。それで全て終わりだ。もうカワキがスパイだなんてよ。うるせえな。何もそう決めつけてるわけじゃねえよ。こいつは右手を失ってまでひまわりと父ちゃんを助けたんだ。その右手もカラの科学者なら治せるらしいじゃねえか。
信用を得るにはうまい手段だと思うぜ。なんか、そんな。ひたらだすねってご紹介だ。決定的な確証が得られねえ限り、俺は認めるわけにはいかねえ。まあ、ナルトが無事に戻れば。次元はアジトに戻ったのか。要件を聞こうか。家臣の小児様、ボロ様が連絡を取りたいそうです。おやっと繋がりやがったが、てめえに聞き得をあげてこねえ。他に何か里に入った目的でもあるんじゃ。カワキのことなら全て報告済みだ。ならどうして次元は俺たちが突然侵入した理由を聞かせろよ。なるほどな。とことんごまかそうってあらか。墜落した飛行船から面白いもんを見つけちまってよ。お前のだろ。どうして飛行船にあって落ちることが分かってたみてえじゃねえ。負けんかたわんで。その通りだ。次元殿から前もって怪しい動きがあると飛行船の動きを監視していたのだ。お前が見つけたそのカエル、それこそ私が次元殿から信頼されている。私が裏切り者だというなら、なぜ次元殿はすぐ近くにいる私に手を下さ。ピンタルバーガンとったか。余計な手間をかけさせんじゃねえ。だがそのおかげでボルトにもカーマがあると知れたのは。ああ、おかげのか。だが、ボルトのカーマはまだまだ成長途中だ。待ち遠しいじゃねえか、無限つくよみがよ。こぱいんばあかな、無限つくよみどどし。邪魔したな。penipunya keren banget memang. Ore wa Uzumaki Naruto. Hokage tsutte na. Backsonnya. Sou yatteru mon da. Tsunagatten natte wa yo. Dalam Sakura wo toshite na. Kazoku, yūjin, shikara, saino. Ansen shiro, Kage. Daijoubu dakara yo. Nande nan daime yo. Oh.なんかなんだよ。お前はよ、その昔の俺を見てるみたいだよ。そう、まるで本物の家族みたいに。フィラナルトにゃんぺかかわきどん。7代目が自分のパパだったらどんなにいいかってボルトが羨ましくてさ。7代目にとっては里のみんなが家族なんだよ。ギラー、カタカタにだらん。2階の部屋に妙なものが。それはすげえ。話に聞いてた花瓶か。イドブラギー。7代目のチャクラを感じる。ポータルが開かねえ。ポータルが開かねえ。ベルが。7代目は殺されてなんかいない。間違いない。7代目は生きてる。どうなってる。感じるぞ。7代目よ。ボルト、力を貸せ。うん。これは。俺は奴に似ているんだ。だからこそ奴にできることなら俺にだってできるってことだ。行くぞお前ら、7代目を助ける。リッディーちゃっか。勝手な真似してんじゃねえぞお前ら。ナルトが失敗なのは俺も同じだ。行こう誰とも。おいカーキ、証明すりゃいいんだ。やってやるよ。Gila, gue pengen nangis aja. Keren banget itu. Si Kamaru pas manggil tuh keren banget sumpah. Epic gitu, itu keren banget itu. Boro muncul. Kawaki, konna tokoro de aeru to wa ureshi. Kiten no ka shiten no ka. Semoga gak jadi satu episode. Gue beneran 2 episode. Jikai, Boruto, Nanto Next Generation. Shinsei Dai 7-han. Nanti disini Boruto bakal berubah menjadi Momoshiki. Percaya atau enggak, Naruto Boruto bakal berubah jadi Momoshiki. Itu bakal keren banget karena Borutonya kehilangan kesadaran tapi Borunya mati. Gua kasih bocoran aja ya. By the way, tapi grafiknya by the way bagus ya. Untuk menurut gua kali ini keren bagus karena kelihatan dari si Kamaru yang kelihatan banget, itu kelihatan keren banget. Dan tadi ih si Kamaru sama Kawaki itu keren banget, epic banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton, udah apresiasi dan nungguin gua reaction. Gua ucapin benar-benar terima kasih. Gua Ikram Mofro banget. Jangan lupa ya bantu subscribe, share, dan juga tonton semua video gue, bukan hanya Boruto aja ya, Mobile Legends-nya, karena gue juga kan
harus nunggu ya, video Boruto itu kan gak selamanya atau setiap hari keluar seminggu sekali, dan gue juga gak ada konten selain gaming kan, karena gue juga lagi karantina di rumah, baru pulang dari luar kota. So mohon bantuannya tetap support konten-konten yang lain, Mobile Legends dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Gue Ikram Afro pamit, see you and sayonara.